忍葬見、内田ア安。占い、人相、方角。気にしだしたら再現がない。朝から晩まで、駅舎、人相、方位化。と駆けずり回っても追いつかない。が、中には道楽で、何にも見てもらうこともないのに、そこら中へ冷やかしに行くものがある。私の暴風謎は、 道楽の方でよく出かけては見てもらったが、誰のは税畜の揉み方がもったいぶってるとか、参議の置き方が校舎だとか、そんなことばかり言って肝心占ってもらったことはケロリと忘れて念頭になかった。その頃、明治の初年は芝のトカゲ先々代や馬道の知恵だが名人で、 その前に座るとすぐ何を見てもらいに来たかを見抜いたそうだ。私の父が、知恵田へ行ったとき、座るか座らないうちに、お前は冷やかしに来たんだな、帰れ帰れ、と一括されて縮み上がったそうだ。だが、駅舎もなかなかリズメなことを言う。十七八歳の頃、退屈しのぎに近所で評判の占いに見てもらったことがあるが、 先生、四角目らしい顔をして、駅を立て。やがて、咳払いして曰く。あんたは哲学者志望だな。でなければ実業家だな、と。なるほど、人間の方向を荒っぽく二分したら、大抵、この二つのどっちかに収まってしまう。先生、再び、咳一咳して曰く。あんたは何をやっても成功する。勉強なさい。 天下に名を上げることができると。暗黒寺栄慶もどきに三世を見通したような顔をして、さらに一点五を下して曰く。だが、怠けちゃいけませんぞ。怠けると何にもできませんぞ。なるほど、理詰めだ。小学校の終身特報はちゃんと教えている。三十年も前の話。 戸川残花がひょっこりやってきて曰く、月屋橋街にすこぶる上手な人相見がある。百発百中で、月屋橋協会の会員は皆信じているんで、坪内君と一緒に実験に出かけるはずになってるが、君も一緒に行かないかという話で、約束の日を打ち合わして当日三人して出かけた。坪内君はどういうつもりであったか知らぬが、残花は、 将来ミスチックの好きな心霊信仰の男で、占い人相は何より好物。見てもらわないうちから、新人、肝に銘じていたらしい。赤レンガの小さな半疑士の家で、人相見の看板も何も出ていない横の講師堂は開けて、残価がスキア橋協会の誰それからの紹介で上がったというと、すぐ、 陰銀に二階に通された。主人は、半疑士の親方であるが、乾燥家だけあって職人らしくない落ち着きがあり、目が座って鋭くギラギラしていた。後にも先にも層を見てもらったのは前後に一回ぎりだから、よその人相見はどういう風に見るか知らないが、この気欠堂先生は天眼鏡を片手に、 顔を押し付けぬばかりに目を近寄せて、鋭い目を光らして、ひたと見入った。まるで骨董屋が、石か玉の乳を探し出そうとする案梅式だ。まぶたの裏を返してみたり、鼻の穴を仰向かしてみたり、口を開かして覗いたり、地雅の裏表を改めたり、眉や髭の中から生え際まで撫でてみたり、 医者の診察の二三相倍も入念に三人を代わる代わるに見てから、おもむろに天眼鏡を下に置いた。三人は名刺を出さないから、無論誰だかわからなかった。が、残価がクリスチャンであるのは、紹介者がスキアし教会の会員だからすぐ判断がつこうし、その同伴者であるから、我々両人も読者階級者であるのは、 また、容易に推測されよう。奏者は、まず、坪内くんに向かって、あなたは、万人に仰がれ、慕われる奇想がある。職業で言ったら、学校の先生というようなご身分だ、と、見事に図星を当てた。最もっとも、残家と私とは、和服の着流しであったが、坪内くんだけは洋服で、一見先生らしかった。奏者は、 さらに一歩を進めて、あなたの全額には、なんとかいう総額のテクニックを使用して、という不幸の層が現れておる。あなたの目上、例えばお兄さんとかおじさんとかいう方のご不幸がこの頃ありましたろう、と言った。坪内君はいかにも的中したというように頷いていた。続いて二三の問答があったが、今は全く忘れてしまった。 ただこれだけを覚えてる。私は三人の中の一番弱杯で、かすりの羽織なんぞを着ていたから、まだ学生と思ったのであろう。あなたは哲学を勉強していなさるな、と言葉もやや存在だった。前に話した駅舎も私を哲学者志望だと言ったが、また今度も哲学書生だ。 私の顔は哲学臭いと見える。あなたは立派に哲学者となれる。勉強なさい。と、また同じような訓戒を受けた。もっとも、今度は怠けるといけませんぞ。というような月並みな節意は言われないで。あなたは今働いてる。どこかへ旅行する層がある。本年は必ず要考できる。と、自分が留学生の辞令をくれそうな興奮だった。 まだ、金額中の学生と見立てて、年配から言っている、留学を志しそうに判断するは、まず当たらずといえども遠からずと考えたんだろう。ところで私は、その頃ヨーロッパではないが、ある外国へ渡航する計画があって、誰にも言わぬが、ないない準備していた最中なので、ちょっと言い当てられたような気がした。残価は一番後だった。 一番余計口を聞いて、そうじゃとしきりに問答した。クリスチャンであり、ミスチックが好きで、心霊無限力を信じ、この人相実験の発動人であり、案内者であるくせに、残花はお前たちには騙されないぞ、というような顔を装って、ややもすれば馬鹿にするような好奇があった。坪内君は、 例の通り狂筋で奏者の一語一語に感服したように頷いてみせた。私は三人の中の弱敗だから控えめに慎んでいた。残花は東堂の主人として多少座を取り持つつもりもあったろうが、一人で上絶して奏者を飲んでかかってお日やらかす気味があった。その態度が尺に触ったのだろう。残花が 奏者の下したある判断を冷やかすように薄笑いながら否定してかかると、奏者はたちまちいたけだかに大活して曰く。それが証拠には、あなたの何々にほくろがある。さすがの残花も、あっと絶句してたじたじとなった。そいつは気がつきませんな、としどろもどろで、帰ったらよく調べてみましょう、と、すっかり肝を奪われてへたへたと参ってしまい、 見事敗北の形で三人ともにそこそこと糸ごいとまして引き下がった。これなり別れちゃあっけないと残価は外へ出ると定義した。どっかで茶でも飲みましょうと今はなくなったがその頃は東京に一箇所か二箇所しかなかった土橋の壺屋の二階へ上がった。そこで三人は今日の実験の成果を語り合ったが 三人ともに事実の幻のようなものが当たったらしい。何々のほくろは驚いた。と、残花は照れ隠しにゲラゲラと笑いながら、自分の体だってそんなことまで調べちゃいないからまごついてしまう。驚かされたね。えっへっへ。と、坪内くんも心から少しそうに笑った。何々のほくろは奇抜だ。あの調子で度肝を抜くのがコツだね。 かれこれ、小一時間も、〜のほくろに花を咲かして、三人は別れ別れに帰った。残家の〜に果たしてほくろがあったかなかったか、その後聞きもしなかったし、話もしなかったし、そのぎり、いつか忘れてしまった。この愛嬌のある逸話を残した残花も、今は天国だか、極楽だかの人。残花は仏や領土だった、となったが、 この一括された瞬間のタジたちとなった様子や照れ隠しのゲラゲラ笑いは今でも樹木の底に残っているこの気泡辛辣な人相見はその後どうしたか知らない。